みんなの親戚付き合いってどんな感じ？仲のいいとこと書いたりするのかな？今回紹介する一致は、家に帰るといとこがいて驚いたらしいんだ。どんなワクワクな展開が待っているのか気になるよね。早速見ていこう。家に帰ったらいとこがいた前編。家に帰ってバイク止めたらいきなりお兄さん久しぶりって知らない女に抱きつかれた。よく見たらいとこだった。変わったなお前。って、これってフラグ？釣りじゃないならフラグだ。これがフラグってやつか。でも俺半分引きこもりなんだが詳しく書いた方が良さげ？詳しく頼む。遅くなったな。PC ぶっ壊れたんだ。スペック俺、25歳。半分引きこもり。治療院で見習い中。いとこ、20歳。元引きこもり。昔の俺が無理やり改善させた。何か俺が引きこもりになりつつあるのを聞いて、わざわざこっちの方で仕事するらしい。で、昨日はその挨拶に来たんだってさ。とりあえずルックスを5段階評価でつけてくれ。ただいま。ルックスか。難しいな。俺のルックスはまあ普通だと思いたい。色々あって人間不信になり引きこもりになりつつある。人間なんて信じねえ。今の仕事もいやいや継続中。突然のいとこ来襲。一致とこれからどんな関係を築くのかな？で、今日判明したことはいとこはもうすでに引っ越しが完了していること。早いよ。そして俺ん家から100メートル内ということ。近いよ。さて、面白くなってまいりましたう。面白くなってねえよ。昔の俺ならわからんが。はぁ、どうしてこんなことに。いや、人間不信になった理由聞かないとこっちもわかんないし。特定されそうで詳しいことは言えんが、かなり信用していた人間たちにことごとく裏切られ、欺かれ、貶められた。おかげでこういう関係は全滅だ。そういや、いとこも学校でいめられたのが原因で引きこもりになったんだっけ。いとこだけでも信じてあげようよ。あと、小手取り頼む。怖いんだ。人を信じることがどうしようもなく。小手いるか？じゃあ次からつけてみるか。はははははは、こんな時間にいとこが突撃してきやがったぞ。もう笑うしかねえ。あはは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 。お兄さんいるのはわかってるんですよ。開けてください。誰かいないのか？ボスケテー。開けてやれって別に吠え持ってるわけじゃあるまいし、せっかく引っ越してきたんだ。挨拶。なんとも過激ないとこだね。エッチの運命も気になるよ。開けないと鉄パイプでガラス壊しますよ。法はないけど鉄パイプはあったらしい。まあとりあえず入れてやったさ。挨拶はもう一昨日済ませたんだがな。この期間ってことはトルはお泊まり？徹夜でゲームをやらされそうだ。明日仕事なんだがお兄さん、グラディウス語って難しいですね。俺も親友だと思ってたに裏切られたことあるぞ。8年も一緒に遊んでたのに。あの時はマジで泣いたな。ブルータスお前もかい。あなたは今、立ち直ってますか？立ち直ったよ。裏切られたのは自分にも悪いところがあったからだと思ったんだ。だから自分も悪いところを直すよう心がけてたら、自然と信頼できる友達も増えたよ。そうか。おめでとう。だが今の俺に必要なのは一人でいる時間のようだ。お兄さん、うちのお父さんがこれ渡せって言ってました。俺は酒が飲めねえんだけどな。さて、夜も遅いからいとこを追い返してくるわ。またなんか書きたくなったら来るよ。付き合ってくれてありがとさん。少しはリハビリになったかな。のし、ただいま。仕事が早く終わったぜ。そしたらドアの前に張り紙がしてあって、ご飯一緒に食べましょう。帰ってきたら連絡してくださいね。音符いとこより何かもう泣けてくるな。どうやら一致をいとこ一家が心配しているみたい。スレミンのいとこに対する印象も変わったかな？良い子じゃないか。幸せにしてやれよ。ただいま。今日も1日暑かったぜ。そうだな。俺なんかにはもったいないくらいいい子だよ。俺が幸せにしてやれるかどうかが問題だ。昨日一緒に飯食ってて昔のことを思い出したんだ。俺がいとこにしてやった時のことを。引きこもりから改善させた時のことを。お疲れー。昨日のご飯は美味しかったかい？前にいとこを更生させた時、何を考えてしてたか思い出してみるといいんじゃね？いとこがそれに輪をかけた気持ちだと思うよ。ご飯はまあまあだったな。俺の方がまだうまいよ。何を考えて行動してたか正直何も考えてなかった。当時の俺はフリーターでバイトで小金を稼いではバイクであちこち走り回る生活をしていたんだ。そんでたまたま旅行先の近くにいとこの家があったから寄ったんだ。そしたらおじおばにいとこの相手をしてやってくれ。って頼まれてな。最後に会ったのはいとこが小学生2年くらいだったな。この時はいとこが中3の時。久しぶりなんで挨拶しようとしたらまず、ドアが開かなかった。声をかけても返事すらない。おいおいマジかよ。そのことをおじおばに言うと恥ずかしい話だが最近あんな調子なんだ。ドアぶっ壊してでも行くべきじゃないんですか？無理やり引っ張り出したこともあったんだけどね。当時は引きこもりなんて言葉がまだ流行ってなかったし、おじおばもいろいろ考えて行動してきたみたいだが結局改善できず。そこへたまたま、よく懐いていた俺が訪問。
もしかしたらなんとかなるかもと依頼したんだとさ。原因は何なんですかね。中学校で夢があったみたいなんだ。先生には当然言ったよ。そしたら夢グループが先生と一緒に謝りに来たよ。なら解決じゃないですか。それがもう誰も信じない、誰も私に構わないでって叫んで追い返しちゃったんだよ。なるほど。マジかよ、俺なんかの手に負えねえだろこれと思いつつ、おじおばの話を真剣に聞く俺。あ、まさに今の俺と昔のいとこは同じ状態だな。とりあえずもう一度いとこの部屋の前に行っておい。俺だよ俺。久しぶりに遊びに来たぜ。無反応。虫かよ、冷てえな。ドア無理やり開けて入っちゃうぞ。無反応。おい、昔は一緒に遊んだじゃねえか。顔ぐらい見せろよ。うるさい、あんたなんか知らない、とっとと帰れ。あだと、生意気な口を聞かれたのと久しぶりの会話が暴言なのに、とうに来た俺はいとこのドアをぶち壊すことに。だがこれが無駄に頑丈で全く開かない。だんだんとヒートアップするイッチといとこ。イッチが思い切った行動に出るよ。おじさん、え、先に謝っときます、すんません。え、隣の部屋の窓から屋根に登り、いとこの部屋の窓に移動。せーの、オラーガッシャーン、いとこは。すげえ行動力だな。てめえ調子乗ってんじゃねえぞいとこ。事態が飲み込めないのかゼック。せっかく謝りに来た人間を追い返すとは、てめえ何様だ、年上に向かって舐めた口聞くんじゃねえぞオラ。ああ、今思うとなんて無茶なことしてんだ俺。の一通りの怒鳴り声が終わるといとこは号泣。俺はドアの内側に積まれた巨大なベッドをどかしてドアを開けておじさんに土下座。ある意味ショック療法なのか。だからいとこは鉄パイプ持って現れるのか。おま昔からやんちゃだったけど、こういうことするのは未成年までよ。すんません、すんません。おじ、あのね、一歩間違えてたら君が大怪我してたんだよ。すんません、すんません。成人式迎えた人間のする行動じゃなかったな、確かに。俺が土下座してる横でいとこはずっと泣いてたな。何時間泣いてたんだあいつ。やっぱり一致は熱い男だったね。この後いとことの会話が始まるよ。そしてその日は終了。靴下は空いていたけど、ガラス窓を蹴り壊して飛び込んだから足が数箇所切れてた。後になっておばに足血出てるわよ。言われて気がついた。昔にビップがあれば神になれたかな。いとこを部屋から出すことには成功したが、結局まだ会話してないよ。さっきは悪かったな虫。またかよ。まあいいさ、当分ここにいるからな。絶対会話してやる覚悟しろ。無視して読書、本当はガラス台弁償するためにおじの仕事を手伝う羽目になったのは今でも内緒だ。おっと、もうこんな時間か。文章にすることで昔のことを思い出せてきた。そしてあの頃の無駄に余ってたパワーがほんの少し戻ってきた気がする。やっぱり今のいとこの行動力は昔の俺が原因なんだろうな。聞いてくれた人ありがとう。それじゃまた明日。お疲れ。ただいま。今日は涼しくて過ごしやすい日だったな。何かいとこが今度遊びに行きましょう。私この辺まだ全然知らないから案内してくださいよ。うん、どうしたもんか。おかで、いとこに彼氏とかはいるのか。いなかったら、チャンスだぞ。何のチャンスだバーロー。彼氏はどうだろうな。いたらわざわざ引っ越しなんてしないんじゃね。ってことはいないのか。よくわからん。ここまで来て、一致はなぜスレを立てたんだろう。スレ民からも疑問の声が上がっているよ。ん、正直よくわからんのが一なんだけど、今の身長を文章とか気にせず、ありのままにここにぶっちゃけてみたら。ありのままか。とりあえずこの例えようのない最悪な気分をなんとかしたい。畜生。あれ、いとこと良い関係になりたいからすれ立てしたんじゃないのか。うま、とりあえず今度案内がてらデートでもしてみたらどうだ。これがフラグってやつなのか知りたくて立てた。今は反省している。いとこの恩返しがしたいんだよ。信じる信じないは別にして話をしてみたらどうかな。そうだな、そうだよな。このままじゃダメだよな。リハビリだと思って頑張るか。メール送信したら、やった久しぶりにバイクに乗せてくださいね。音符晴れるといいな顔文字だってさ。というわけでお互い休みの月曜にちょっとフラフラしてくることになった。なんか話がうますぎねえか。頑張れ。かなり人数が少ないズレだが、俺は応援してるからな。少ない方が助かるな。本家の方は人多くて、ネットでも人付き合いが苦手になりつつある状態なんで、お前さんがいれば俺はそれでいいや。う、本当に少ないな。まあこれも何かの縁だ。いつまでも付き合ってやるぜ。月曜日期待してるからな。ありがとう。それじゃ今日はこの辺で。一、ごめん、ちょっと聞きたいことあるんだけどいいかな。窓を蹴破った後のいとこの経過を知りたいです。確かに、一がいとこにしてあげたこと事細かに聞きたい。両スレの予感。七、一帰ってきたらいとこの構成話してごん。ただいま。今日はカラッとしたいい天気だったな。爽やかな一日だった。何か人が増えてるな。まあいいか。昔の話の続きが聞きたいのか。とりあえず待ってくれ。飯と風呂済ませてくるよ。今日のご飯は俺もカレーだ。おかえり。
飯食い終わったから風呂沸くまで続き書くか。おじの仕事はちょっと特殊で朝から昼までやっておしまい。そんで夕方からちょこっと仕事してまたおしまい。働く時間は短いが、肉体労働だからなかなかきつかった。いとこは俺が窓ぶっ壊したので自分の部屋ではなく、1階の和室でずっと本読んでるか、何もしないでじっとしているかだった。学校には行かない。俺学校行かなくていいのかよ。いとこ俺中3だろ。高校行けなくなるぞ。いとこ、俺まあ高校何か行かなくてもいいかもな。いとこ俺何を隠そう、俺は高校中退だ。いとこ聞く、俺学校行かなくてもいいけどさ。いとこ俺せめて家族と話はしてやれよ。よく覚えてないがこんな偉そうなことを言った気がする。風呂行ってくるな。いとこを励まそうとするイッチ、スレミンの応援が後押しするよ。今来た産業はいらない。リキ頑張れ。ありがとう。なんとかやってみるよ。人が増えてきたな。うちは人多くても大丈夫かな。このくらいなら平気だろ。リハビリリハビリ。いとこは誰とも話さないでひたすら本を読んでいた。これは病院連れてった方がいいんじゃね、と思っていた時、今に放置された漫画本スプリガンをいとこが読んでいた。俺面白いだろその本。いとこビクッダッシュで本を置いて逃走。俺小説ばっか読んでるかと思ったけど漫画も読むんだな。いとこ、俺続き読みたいんだろ。いとこ、俺、賢者の石から作れるものは黄金と何でしょうか。いとこリハルコン。俺正解だ。あーで遅れた。を押すところで1デートが今日だった。87一緒に遊ぶのは月曜だ。みんなありがとう。少しはいとこの気持ちも開かれたかな。さらに一致といとこの話は続くよ。ワクテカする。一致すごい頑張れオウムダッシュ。続き、昔から漫画は好きなんで実家にあった漫画本を全部宅急便で送らせた。親が着払いに仕上がったのでえらい金がかかってしまったが、漫画をきっかけに本当に少しだが話をしてくれるようになった。俺これは俺の一押しだ。めちゃめちゃ面白いぞ。いとこ決めたな俺は。不良な気ないです。俺まあいいから読んでみろって。しばらく無言で読んでいて無反応。やっぱ女の子にはわかんねえかなーと思って諦めていたら突然ゲラゲラ笑い出した。おじおばあの子が笑った顔見るのも久しぶりな気がする。でもその理由は主人公が他校の知り合いを廃ビルに監禁するという、言葉にするとちょっとヤバい話だったりするんだな。少し話ができる段階に進んだので俺なー、学校行こうぜ。いとこ今さら行っても。俺お前このままじゃマジでヤバいぞ。いとこでも友達いないし、謝りに来たのに追い返しちゃったし。俺なら今度はお前が謝る番だろ。途中まで俺も行くからさ。いとこ、俺明日行ったら何でも言うこと聞いてやるよ。いとこ考えとく。これはいけると思った俺はおじおばにいとこには内緒で相談して先生のところに電話した。さすが息は優しいな。学校まで一緒に行こうとするなんて俺にはできん。手回しの早い一、そして朝を迎えるんだ。次の日の朝俺グッモーニング。いとこおはよう。俺よし、今日は学校に行くぞ。さっさと飯食って着替えろよ。いとこ、俺おいおい、そんな弱気じゃ立派なアーカムのエージェントになれないぜ。いとこはは。俺が読ませた漫画本で一番のお気に入りは最初に読んだスプリガンらしい。今でもネオナチのボーグランチをリスペクトしている。俺それからもう一人特別ゲストを呼んでいる。多い部屋の死角から姿を現したのは違うクラスだが、いとこと昔から仲が良かった A ちゃん。A ちゃん学校行こうよ。いとこ、俺行こうぜ。おじおば行ってきなさい。そろそろ逃げるのは終わりだよ。俺大丈夫だって。何かあったら先生に俺に連絡するよう頼んどいたからさ。いとこ、いとこ学校、行ってみる。そういえばいとこに兄弟は？あと息は一人暮らし？いとこは一人っ子だな。俺は安アパートに一人暮らしだ。そして久しぶりに中学校へ。中学生二人の横に当時20歳の野郎が並ぶと異常に目立つらしく、学校の門まで注目の的だった。どんな目で見られてたんだろう。昇降口に二人が行くのを見送って俺はおじの仕事場に直接向かった。先生から連絡あるかないかヒヤヒヤしながら仕事してたが、何事もなく下校時間に。やっぱりいとこの様子が気になる。一致、迎えに行ったみたい。心配だったのでおじと二人で校門まで迎えに行った。帰りの HR が終わって続々と中学生が出てくる。みんなこっち見てくるが、堂々と娘の帰りを待つおじ。影に隠れる俺。そして A ちゃんと一緒にいとこが帰ってきた。おじと俺を帰り。どうだった？いとこ意外と普通だった。A ちゃんよかったね音符。言葉には出さないがこの時のおじは本当に嬉しそうだった。長くなったがそんなこんなでなんとか学校に行けるようになったんだ。進路は自ら通信制の高校を希望。担任の話だとまだ取り戻せる期間だったのにおじおばはもう普通の学校なんかに娘を行かせられるか。いとこお兄さんの話聞いてたが、学力の高い高校へ行ってもやってることはみんな同じみたいだし。しまった、俺のせいか。いとこはどの程度仲いいの？いわゆる幼馴染だな。今でも仲がいいらしい。息すごいな。俺にはそんな行動力ないわ。昔の話さ。
今はええ。でも息が引きこもってると聞いていとこが来たんだろ。ならいとこが確実にいい方向に導いてくれるさう。そうだな。まさか来るとは思わなかったが、来て嬉しいと思ったのは真実だ。過去の一致といとこの出来事に、ほっと胸を撫で下ろすスレミンたち。さて現在の一致はどうかな？そうだよな。やっぱり一回引きこもったらそういう友達の力が必要だな。でもなんと言ってもやっぱり一致だな。この行動力、すげえよな。俺が女だったら確実に一致に惚れてるよ。ただのおせっかいというかなんというか自己満足だったんですよきっと。このスレから復活しようぜ。前にそんだけ動けたなら時間がかかっても元に戻れるよう応援するぜ。今日はもう寝るけどなう。ありがとう。俺もそろそろ寝るよ。それじゃあ明日で仕事は終わりだ。またな、みんな。おやすみ。一応くんじゃあ明日はデートもコールドルアンカタな一応天使なやつで。みんなこんばんは。とりあえず今日で仕事は終わった。早く終わったから昼寝してたんだ。日が沈んで目が覚めたら目の前にいとこがいた。俺はどっから入ってきた？いとこ窓が開いてたから。不用心ですよ。俺ドアから入ってこい。ドアから。いとこお兄さんの寝顔、ゲットだぜ。ええー、弱み逃げられた？やっぱり、良い子じゃないかうぜ。今いとこら。ただいま。いとこは帰った。着替えてくるって。寝顔なんてしょっちゅう見られる。通年寝てる最中期とかしたんでしょ。いやらしい集合ニヤニヤって言ってやれ。今の俺にそのセリフはきついげん。お帰りところで学校へ行ったら言うこと一つ聞くって約束してなかったっけ？それはどうだったん？バイクの後ろに乗せてになったな。危ねえから乗せてなかったんだ。いとこはまた来るの？飯作りに来るみたいだ。でかい今来た。がよいつまですか？そうですか。バレそうなんで一回落ちるぜ。がよいつまってお前引きこもりにはきついぜ。なのかなって、見事にかつての一の行動へとレースしてるじゃねえかう。明日のゴールドルアンカはないの？しょぼーん。ただいま。飯はハンバーグだったよ。窓から入ってきたのはドアの鍵が閉まってたからだそうだ。お隣さんはどうだろ？寝てたんじゃない？すまん、安価できる心の状態じゃない。いとこは帰ったの？いとこは帰った。どうやら明日は朝早く集合するみたいだ。とりあえず窓の鍵は閉めておこう。明日の予定は天気が良ければバイクで市内ご案内の旅になりそうだ。いとこは良い子だな。普通家が近いからって飯作りに来てくれないぜ。いとこの中では一はかなりでかい存在なんだな。悪い影響を与えまくった気がする。もったいないな。窓を開けておけばお目覚めのチューがもらえるのに。閉めたら閉めたでガラスのシャワーを浴びるかもしれんけどな。まあ多分大丈夫だろ。今日の報告いとことの会話を聞きたいのですがよろしいでしょうか？普通に飯食っただけだけどな。ちょっと待っててくれ。すまん、ゴキブリ倒しておくれた。俺別に無理して作らなくてもいいぞ。いとこ私の料理が食えないって言うんですか？俺なんだか一致より強いいとこ。一致はタジタジだね。料理完成。いとこ入ってきました。俺いただきます。ってなんだこの量は、多すぎないか？いとこ標準です。俺なんでハンバーグが山盛りなんだよ。いとこ昔、お兄さんに言ってましたよね。出されたものは全部食えって。というわけでハンバーグ4人前ぐらい食わされた。もう合鍵渡してやれよ。そうそう、ハンバーグと格闘している時にいとこが。いとこ見てみて。俺、プチトマトを逆さまに持って。いとこベホマスライム。俺ブフォア。年も近い親戚が千人男も俺にとっては未知の世界だ。俺飯食ってる時に何やってんだお前。いとこ、いとここっちに来てやっとお兄さんの笑顔に出ました。俺硬直する。俺、よく見たらこいつビール飲んでるじゃないか。いとこ久しぶりに会った時、びっくりしました。すごい痩せちゃってるんだもん。俺、いとこちゃんと食べてますか？鏡の顔見たことありますか？昔と全然違うじゃないですか。俺、いとこだから、今日ぐらい食べてよ。いろいろあって飯は食ってなかったからな。5キロぐらい痩せたかもしれん。もともと細かったのがさらに細くなったからびっくりしたんだろう。そして酒を飲むとちょっと強気になることが判明した。大量のハンバーグに苦戦する様子の一致。でもいとこは一致を心配しての行動だったんだね。いい娘だなぁ。156良い子だ。最近笑ってないってことを指摘されて初めて気がついた。俺ありがとうな。飯うまいよ。いとこ大変です。俺仕事はどう？いとこ楽しいです。みんないい人だし。俺何の店だっけ？いとこ化粧品です。一応大手なんですよ。俺男の俺には縁はなさそうだな。いとこじゃあ明日行ってみましょうか。新たな世界へ行きましょう。俺女装かよ。なんとかハンバーグを全部食い切った。俺ごちそうさま。苦しい。いとこちゃんと食べなきゃダメですよ。俺でもこの量はきつかったぞ。いとこ飯は3食しっかり食えって私に言ったのはダメでしたっけ？俺まずい。昔と立場が完全に逆転している。本当にいい娘だ。自分がやった善行は自分に返ってくるんだよ。ネギマの知識がない俺。ググってみたがよくわかんねえ。大津本屋ちゃんってどんな子？てか、誰に似てる？テレビは見ないからわからん。
古本屋にでも行って探してくれ。それか妄想で大丈夫。いとこを返した後の一気から、この後本日の様子が報告されるよ。飯が食い終わったので後片付けしてほろ酔い加減のいとこを送って帰ってきた。そんな感じ。今日気づいたこと、いとこの成長っぷり。旗から見たらひどい顔してる俺。そしていとこは酒を飲むと強気になる。さて、そろそろ明日に備えて寝ようか。やっぱり、窓は開けとこうぜ。それがいい。早く寝て明日に備えてくれ。除草ドライブという過酷な任務が君を待っているのだから。ラフメーカーのいとこのスレはここですか？それ言いなう俺のいとこはいとこの恩返しラフメーカーとか次スレ隊にしてみたい。さえ現ると同時にすごい不安になってきた。あまりにも歌詞と一致しすぎているまさかつりり。ラフメーカーって何？ランプの曲のこと？みちゃんが最近始めたばっかりだからわかんねえや。これだね。確かに、よく似てる。いとこの話で盛り上がるスレ。確かにいとこ、かわいいよね。最初から読んでみたけど、いとこちゃん、一番最初に来た時、いちのことを玄関前でずっと待ってたのかね。来てくれて嬉しいと思ったなら感謝しないとな。しかし他人から裏切られて人間不信か他人なんて顔合わせた瞬間に疑ってかかるのが普通でない？まさな親兄弟でも騙し騙されの世の中だし他人を信じて生きていくなんてうまい生き方じゃないよ。利用し、利用され、それで世界が円滑に機能するから考えすぎは良くないっていう。まあわからないでもないけどな。やっぱり友達が信じたいよ。俺のとこには小中学校時の親友が満面の笑みでこの壺を持つと幸せになれるよって家に来たことがあったな。そうそうしただけでドライアイ治りそう。俺が帰る時間帯を見計らって適当に家の前に来てたみたいだ。そんでたまたま俺が帰宅したと。あと壺とか宗教とかみんなも結構苦労してるんだな。俺だけじゃなかったんだな。みんな、ただいま。手人が随分増えたな。ラフメーカーはいい曲だな。気に入ったよ。てかこれはカラオケでいとこが歌ってたやつじゃないか。おかえり。デートどうだった？今日は朝から連れ回されたよ。久しぶりに歩き回って充実した1日になったと思う。充実した1日だったという一致、どんな1日だったのか見ていこう。報告詳しく。それじゃみんな、今日もリハビリに付き合ってくれ。今日は8時くらいに起きたかな。いとこが。いとこ集合時間は朝です。俺いつよ？いとこ朝です。俺朝だな。としか言わなかったのでそのうち連絡来るだろうと思って着替えてた。そしたらガチャ鍵の開く音、キードアの開く音。いとこおはようございます。俺まるで丸なんで鍵持ってるの？鍵初期済み。誰かが合鍵渡せと言っていたがそう来たか。俺おま、なんで鍵持ってるんだよ。いとここれですか？これはお兄さんのですよ。お礼？いとこ昨日ご飯作りに来たじゃないですか。その時にですね、その、ちょっと、愛着というか、メンタルというか。お礼？いとこ怒ってます？お礼？いとこごめんなさい。俺次やったら許さんからな。つうか俺も鍵なくなったの気づけよ。まさか鍵がないとはいとこもなかなかだけど、一致もある意味すごいね。へんとこの行動力は一譲り。一致そこは怒らないであげて。いや、悪いことは悪いと言わないといけない気がしてな。俺これなら窓から入ってこられた方がマシだな。いとこを起こしてあげようと思ったんです。俺まあいいや。お前飯食ったの？いとこはい、朝ごはん作りますよ。そのつもりで来たんですから。俺いや、久しぶりに自分で作るよ。って言ってもトーストだけどな。いとこじゃあ私がサラダ作ります。俺いや、作らなくていいよ。まさなお昨日のハンバーグがまだ体に残ってるし。いとこ、じゃあ私何すればいいんですか？俺うまいお茶入れてくれ。そしたらグラディウス語でもして遊んでてくれ。不満そうないとこを言いくるめてトーストをもぐもぐしてた。いとこはゲームしないで飯食ってる俺をずっと見てた。落ち着かん。一お願いがある。今度いとこに会ったら、敬語を使わないように言ってくれないか？その方が親近感湧くしいいでしょ？敬語？昔俺が年上には敬語使えって教えたのを今でも守ってるからな。自分が教えたことをあれやっぱなしっていうのはちょっとな。まあ少し待ってくれ。さすがに一晩で鍵コピーはしてないだろう。トースト食い終わって歯磨いて寝癖直そうとしたら。いとこは、寝癖だけ直してワックスとかはつけないでくださいね。お礼？なんで？いとこいいかないいかな音符。俺このボサボサの髪型でいけっていうのか？いとこいいかないいかな音符。また何か企んでるよ。なんだかとても楽しそうないとこ、一致はどこに連れて行かれるんだろう？いとこじゃあ行きましょう。お礼を、って言って目次じゃどこも空いてないぞ。いとこ大丈夫、もう予約しておきました。お礼予約？いとこじゃあ私の言う通りに進んでください。俺は？いとこ早く間に合わないでしょ。俺？美容院かな？着いたところ浜は予想通り美容院だ。俺月曜って休みなんじゃないか？いとこここは職場の先輩の家なんです。よく見たら普通の家と店が合体してた。こんなとこあったのか。いとこおはようございます。俺どうも。先輩や、来たわね。
いとこを思う存分に扱ってください。先輩の母おはよう。それじゃ早速そこに座ってちょうだいな。俺お前、朝から美容院とは気合入りすぎだろ。いとこだってお兄さんの頭、正直変です。先輩確かにダサいわね。先輩母いけてないわね。うつだ。のう、髪切られてる時は女に人でずっと喋ってたな。よくあんなに喋れるもんだと感心した。そして伸び放題だった髪の毛が綺麗さっぱり短くなってしまった。俺どうもすいません。朝早くからいとこがわがまま言いまして。先輩母あらいいのよ。好きでやってることなんだから。先輩それが生きがいみたいなもんなのよ。うちの母は、いい人たちだ。久しぶりに他人とまともに会話したな。いとこお兄さん、すっごくかっこよくなりましたよ。俺じゃ飽きる前はダサかったってことだな。先輩あら、さっき言ったじゃない。ダサいって。先輩母そうよ、もう忘れたの？一致改造の始まりかな？スレミンも温かく見守っているよ。今日この人たちの言葉にはトゲがありすぎ。トゲはあるが可愛らしさもあるかえって慰められると暗くなりそう。この連合軍には勝てないのでさっさと引き上げることに。俺じゃあまず生活に必要な施設から回っていくか。いとこよろしく音符。というわけで午前中は銀行やら郵便局やら松本清や古本や、静かな公園、病院の場所なんかをバイクに乗りながら案内した。今日は日差しが強かったけど湿度も気温も低かったから絶好のバイク日和で気持ちよかった。後ろに乗ってるいとこも終始け音符楽し音符気持ちいい音符とはしゃいでたよ。喜んでもらえるとこっちも少し嬉しくなるな。いい空気だ。今は原付きの俺も大学へ行ったらバイク買います。いつか後ろに女の子を乗せる日を夢見て。いつか後ろに女の子を乗せる日を夢見て。それが彼の最後の言葉だった。俺こないだ嫁にキレられて坊主になった。泣く泣く自分で3ミリにしたよ坊主。一体何した？何したんですかあなた？スレミンの中にもなかなか楽しい体験を持つ人がいたね。さてその後の一致といとこを見ていこう。昼飯は俺がよく行ってたイタリア料理の店に食いに行った。俺ここのパスタとピッツァはうまいぞ。いとこならんちゃのびっくりですか？俺思わずボラーレするな。いとこそれは楽しみです。今思うとなんだこの会話は。俺はカルボナーラ、いとこがマルゲリータを注文。いとこいいお店ですね。ピザの窯が目の前に見えて素敵です。俺もっと空いてたら街のテラスで食べることもできるぞ。いとこ次は時間を少しずらしましょう。俺そうだな。あれ？また来ることが確定してしまいました。次デートの予定来たこれ。料理が来たのでお互いのをトレードしながら食べる。いとここのカルボナーラ美味しい。ベーコンもでかいです。俺もうさい、リアなんかのパスタは食えないぞ。いとこピザもいい。すごいこれが本場の味なんですね。俺もうピーラのピザは食えないぞ。食事って誰かと一緒に食うから楽しいんだよな。そしてそれが最高のスパイスになるんだな。実感したよ。そして次はちょっと離れた JJ ラブへ。知らない人はググってくれ。いとこお兄さんすごいですね。ここいろんなのがありますよ。俺ゲームもタダでやり放題だぞ。いとこはカラオケカラオケやりましょう。いとこ、はしゃぎすぎ。それを見る俺、少し癒される。もはやカップルではないか。あとは敬語をどう読みかすればうまー。そしてここでいとこが噂のラフメーカーを熱唱。いとこどうでした？いい歌でしょ？俺窓から入ってきたり鉄パイプでガラス壊すって言ってたのはこの歌が原因か。いとこ違います。私はお兄さんの真似しただけです。俺あれはやりすぎたな。いとこでも、かっこよかったです。俺嘘つけ、ずっと無視してたじゃないか。いとこだってお兄さんが不良になっちゃったと思ったから。不良じゃないやい。JJ、ラブでググったら風俗ばっかり出て先生びっくりしたよ。俺の住んでるところはど田舎だから JJ、ラブみたいな場所がねー。そんで久しぶりに俺も歌を歌った。俺よし、久しぶりに叫ぶか。いとこらー音符。バー内の、おもやせ俺ローリングさんだー。いとこらーマグレーマグ。俺バーニングファイアー。いとこらーシグマ四角。不覚にもわろたあれは良い曲だよな。最後にいとこ公、いやのありがとうを歌う。歌詞の一言が心に突き刺さる。いとこのメッセージ語からその意味がわかるんじゃないかな。多分これはいとこからのメッセージなんだろうな。ちょっと類線が危なかったぜ。俺いい歌だ。いとこいいの私だけでしたか。俺歌い手がお前だったからいいのかもな。いとこあの時ありがとうって言う前に旅に出ちゃったじゃないですか。ずーっと言いたかったんですよ。この作詞め。やばい、泣きそう。ええー、子や。ん？よく見たらためってなんだ。昔バイクで旅行中にいとこの家に寄ってたんだ。で、いとこも構成したことだし俺も次の目的地が決まってたのでまた旅に出たんだ。ほんと、俺なんかにはもったいないくらいいい子だよ。カラオケの後はゲームやったりビリヤードやったりしてた。いとこ、ビリヤードうますぎ。ナインボールやってたんだけど。いとこえい。過去に一が急にぶつかり穴に落ちる俺まるで今る嘘だろ。いとこ3回もマグネが続くとでも。俺やり込んでたな。いとこ父に少し教えてもらっただけですよ。そういやおじもめちゃめちゃ強かったな。楽しそうな二人だけど。
この後二人はさらにスレミンを期待させる行動に出るよ。さっきからいとこの作詞っぷりが爆発してるな。JJ で遊び終わったら途中で通夜に寄った。俺映画も最近見てなかったな。いとこでもなるきは映画見るなら原作読んでください。あれは見ちゃダメです。俺相当ひどいらしいな。わかった。俺が借りたのは、いとこが借りたのは魔女の急便俺これまた。いとこジジに会いたくなったんです。ジジはいい。すごくいい。俺ん家にも黒猫がいる。しかも鍵しっぽ。だからバンプのケイという曲を崇拝している。ケイ知らない人はフラッシュいっぱいあるから見てください。泣けます。あとケイという曲名の意味もわかります。今度レンタルしとくよ。なるほど。男はバイクで一人旅か。かっこよすぎ。俺も来年の夏に本制覇します。価値観が変わるぞ。ぜひおすすめだ。北海道に行ってきたらいい。もっといない。もっといなくないじゃないぞ。島民が誰が好きか。それだけだ。おっしゃる通りだな。でも今の俺には帰ってきたら、うわ怖そうだからという理由で魔女の急便を鑑賞。引きはすごいな。子供なのに狩猟に出て一人で生活していくんだから。絵描きの女の子の家に遊びに行った時のシーンで、寝る前に二人で話しているの初代とこは一番好きらしい。魔女の丸急便の話で盛り上がる二人、時間も徐々に遅くなっていくよ。いとこ静かな夜にバンプの旅を挟んで友達と喋るのって、素敵じゃないですか。俺も旅に行った時は知らない人たちと夜にランタン持って話してたっけ。そして魔女の急便終了。日が沈むのが早くなったな。いつもならまだ明るい時間だった。いとこお兄さん。俺ん。いとこ今日は楽しかったですか。俺久しぶりに歩いて疲れたけど、楽しかったぞ。いとこよかったです。俺ありがとうな。いとこやられたらやり返せってお兄さんが教えてくれたからです。俺ちょっと違う気もするがええ。ええ報復だな。静かな夕暮れ。窓の外を見たら白い月が出ていた。俺こうやって空を見るのも久しぶりだ。いとこを月にしましょう。俺いとこほらこっちに来てください。窓の前に座らされる俺。俺がここに座ったらお前が見れないだろ。いとここうするんですよ。あぐらをかいた俺の膝上にいとこの頭が。いとここれなら疲れません。よく見えるし。俺は何か一に怒りが湧いてきたぞ畜生幸せになりやがれ。何かものすごく恥ずかしい。ありがとう。まずこの精神状態をなんとかしないと。微笑ましい一といとこのやりとりに、スレミンの応援団が増えてきたよ。よいいとく。なんだそりゃ。一正直に言ってみろ。敬語萌えだろ。313敬語には萌えないがあの瞬間は顔から火が出るくらいの恥ずかしかった。そして初めていとこにドキッとした。今日は萌え興奮して寝れない明日より声なのに声してくれる。俺ん家のあたりは結構静かなので聞こえるのは鈴虫の鳴き声だけだった。俺セミもいなくなってきたな。いとこ夏も終わっちゃいますね。間が持たねえもう開き直って空をぼっと眺めてた。で、いとこ見たら目閉じて寝てた。こいつも疲れてたんだな。恥ずかしいけどそのまま寝かせてやることにした。そしたら寝言で。いとこお兄ちゃんに言っちゃやだよ。俺、何の夢見てんだって、目から涙があわわわ。ゾウ、聞こえてる。自分を救ってくれた人が手の届かないところまで走っていっちゃう気がしたんだろ。天国とか、自殺を考えたことはない、とは言い切れないのが辛いところだ。そして二人は夜を迎えるんだ。一致の優しさがさらに染みるよ。完全に夜になったところでいとこが起きた。いとこは、寝ちゃいました。俺を、よく寝てたぞ。いとこもうこんな時間ですか。俺気にすんな。よし、晩飯食おうぜ。誰かさんが寝てたから今日は弁当な。いとこ起こしてくれればよかったのに。ってわけでコンビニで弁当買って二人で食べた。その時に寝言のことを聞いてみたが。いとこ秘密です。てかもう忘れましたよ。結局教えてくれなかった。もしかしてまだいとこいるの。もう帰ったよ。まんま食べた後に家まで送って今日は解散。うわやべえ、もうこんな時間かよ。いやフラグがドルコールじゃなくて息のいとこに対する気持ちが知りたい。いとこに対する俺の気持ちはまだわからない。でも悪い感じじゃないことは確かだ。それじゃみんな、今日も付き合ってくれてありがとう。ゆっくりだけどいい方向に向かってる気がするんだ。いとことみんなのおかげだよ。それじゃまた。任務してたもんじゃないな。おやすみ。ただいま。仕事がすっかり長引いてしまった。とりあえずログ読んでくるね。おかえり。えちさて、イケメンくん何か言い残すことがないかね。お前の方がイケメンのくせに、俺の顔は想像でおけ。髪は面倒で切らなかったのと、伸びる前に自分で切ったら変な風に伸びたせいだと思う。いい感じで話が進む一致、スレミンのツッコミにも照れて対応しているね。まあ冗談はともかく、今日はどんな様子だ？今日は特にないかな。でも使ってなかった携帯のメールボックスが最近いとこで埋め尽くされている。誰とも連絡取ってなかったからな。これもいいリハビリになっていると思う。次いとこに会うのはいつだっけ？お互いの休みが合うのがしばらくなさそうなんで遊びに行ったりはちょっと難しいかもな。
でも奴のことだから奇襲を仕掛けてくるだろう。メールは毎日してるの？仕事中は無理だから昼休みとかにやってるよ。そうそう、今日職場の人に何か最近、少し表情が生きてきたねって言われた。窓から見てたりして。壊しあれにならんよ。よく考えたら一の職場は従業員だったよね。つまり接客業じゃないの？大丈夫なの？答え患者はうつ伏せ。顔見なくて済むし、疲れてるから大抵寝ちゃう人が多い。いい傾向だね。息はいとこの家知ってるんだっけ？知ってるなら今度は息が奇襲かけるなんてどう？敵の要塞は100メートル先にあるぞ。奇襲仕掛けたら、通報されそうだな。地域住民の皆様に。そういえば1割リハビリ中だったね。今はどんな傾向にあるんだろう？スレミンも気になるよ。なんか1リハビリかなり順調じゃね？当然いとこの力が大きいわけだけど。なんか心境変わったとこある？順調だと思いたい。みんなのおかげでもあるよ。変わったことはやっぱり心の闇が少し収まってきたかな。そう思えるならいい傾向だな。あとはいとこと嫌なんでもない。あいつ俺のこと好きなのかな。じゃなきゃここまでしないと思うが、位置的にはいとこはありなの？でも親戚なんだよな。いとこ同士で結婚したり付き合ったりする人たちってよく考えたらすごいと思う。好意はあるだろうな。それが恋愛感情かどうかはわからんが、まあ今は付き合う云々は置いといて、いとこの好意に甘えておけばいいんじゃない？そうだな。今の状態で考えたって結論なんか出ない。線行くまでに復活して答えを出そうと思う。もちろん満場一致の鮮やかな回答をな。いとこが息を好きに100ペソ。それでも奇襲してくれてか、奇襲じゃなくていいから会ってくれ。イチャイチャ報告が聞きたい。イチャイチャってお前？今はまだ恋愛感情が早いんじゃないかな。おっしゃる通り。いつ心の闇が暴走するかわからん状態で愛だの恋だの語るのが間違ってるよな。何か今日は心の状態がすこぶるいい。とりあえず今はいとこの好意に甘えて気分も癒すんだな。そうだね。さて、お休みメールもしたことだし気分のいいまま、今日も寝ようか。みんな今日もありがとう。返事返してないけど昼間のログも読んでます。リアルタイムで会えなかった人ごめんな。みんなただいま。今日は半日で終わりだから早く帰ってこれたよ。とりあえず昼寝するよ。また夜にリハビリに協力してくれたら嬉しい。てか染め込みをいとこに起こされたりして。ちょっと飯食いに行くことになった。場所は髪切ってもらったいとこの先輩の家。今日は来れないと思う。みんなすまない。また明日な。来たと思ったら行ってしまわれたか。こっちは気にせず楽しんでおいで。また明日な。ちょなんこの展開は？先輩とのスラグイベントか？もしかしていとこちゃんは息と先輩をくっつける気だったりして、うまいかこんな展開。412息とその先輩に接点があったならわからんでもないが、それはないんじゃね。デートでもしてんのかな？食事中とか。もうすでに一致の日々の行動報告となっているスレ。どれだけ楽しみにしているスレミンがいるか見て取れるね。427いとこと先輩も両方送って。もしかしたら一をめぐる壮絶な女の戦いが始まっているのかもしれない。じゃああれだ、今日は一といとこと先輩で外食、その後一は先輩にお持ち帰りされた。お前ら俺のことをそんな風に見てたのかえ。432ロールお帰り、昨夜はお楽しみでしたか？みんなただいま。いろんなことがありすぎて頭がフリーズした。フリーズしてるとこ悪いが報告頼む。こっちは昨日からずっとワクテカだ。いろんなこと、やはりみやり。まず昨日の夕方、書き込んだ通り昼寝してたんだ。あたりがすっかり暗くなった頃に目が覚めて、今いつかなと思って目を開けたら、謎のシルエットが、お礼とこ窓から入るなとあれほど。私はあんたのいとこじゃないわよ。お礼？おわあ、よく見たら先日会ったいとこの先輩だった。いとこだけでなくいとこの先輩まで侵入できる一致の家。一体どうなっているんだろう？なにいきなり。なぜみ先輩が。俺な、なんであんたがここにいるんですか？先輩チャイム鳴らしたんだけど出てこなかったから、窓から中覗いたらあんたがいたから勝手に上がらせてもらったわ。俺？先輩ほら、外でいとこが待ってるからさっさと起きなさい。この街の治安は一体。普通はいとこが入るだろ。事態が飲み込めないまま、先輩がドアの鍵を外し外にいたいとこが部屋に来た。いとこお目覚めですか？お兄さん。俺？いとこは、私は止めたんですよ。でもチャイム流しても出ないし、携帯は留守電になってるし、たかが先輩が。先輩あんた男の一人暮らしだからって油断してると盗みに入られるわよ。みんな、戸締まりはしっかりしような。はーい。むしろ入ってこい、可愛い女の子限定でな。突然の訪問に驚く一致、女子二人を前にタジタジだね。俺で、今日は一体どういったご用件で？いとこは、そうでした。実はですね、先輩の家でご飯のごちそうになることになったんです。先輩せっかくだからあんたも一緒に来なさいよ。お礼？俺なんかが言っていいの？邪魔じゃない？お礼でー。先輩あんたの選択は二つ。
料理を食べるか、料理されるか。いとこ考えるまでもないですよね、音符。そんなわけで先輩の車に乗って楽しい夕食会に行くことになりました。料理される？なんなんだその先輩のクオリティの高さは。エチのことが羨ましいのかわからなくなってきた。461助けてくれ。先輩はなんでこんなに口悪いの？普通後輩のいとことかだったらもうちょっと気遣ってもいいんじゃない？初対面でいきなりダサいとか言うしツンデレ。ツンデレかどうかはわからん。一つ確かなのは誰にでもこういう態度だということだ。でも、悪い人じゃないみたいだ。家に着くと先日髪を切ってもらったお母様がお出迎え。先輩ただいま。いとこを邪魔します。先輩母原、いらっしゃい。また会ったわね。昔イッチがいとこを助けてあげたように、今度はイッチを助けようと奮闘するいとこ。果たしてこれから二人の関係はどう展開していくのか。気になる続きはぜひ後編を楽しみにしていてね。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。